こんな姿になっちゃったけど、中身は今までの私、玉木いろはと変わらないよ。ただ、魂のあり方は違うみたいで、うかちゃんとネムちゃんが言うには、普通の魔法少女じゃなくて、別の存在になってるみたいなの。でもみんなの未来のためにも、これでよかったと思ってるよ。気持ちとういと小さなキューベ みんなと力を合わせたから今の私になれたこれから一緒にみんなの望む未来を救いに行こうすごい気持ちが持ってた全ての力を感じるよ恐ろしい力も味方にすれば頼もしいこれが今扱える本当の力なんだね これからお話しするのは気持ちや小さなキューベイが見てきた救いの一つこれがどんな壁も打ち破って光へとつなぐ力だよこれで少しは今の姿に見合った活躍ができるかもしれないねういと小さなキュウベの存在は。 はっきりと感じるよ。二人とも力が溢れてるって。<laughs> 今ならウイの力で、どんな穢れも回収できそう。みんなが救われる未来にしたい。そう思って、苦しい時も諦めないで、前に進んできたから今がある。だから私はみんなを救う。そして、魔法少女の記録を残す。 それがみんなの思いを見た私の役割だと思うから今日も安心して過ごしてね魔法少女として大変なことも多いと思うけど未来が奪われるようなことがあれば私が必ず助けるからえ魔法少女を救うって言ったけど昨日の忘れた宿題は私にはどうすることもできないよ そもそも宿題は自分でやらないと人の食事まで管理できないけどバランスのいい料理のアドバイスはできるよ八千代さんに教えてもらったレシピが役に立つと思うどこでも夕暮れ時の景色って綺麗だけどやっぱり私は 宝崎市や上浜市の夕暮れが好きだなみんなとの思い出がねよみがえってくるんだあ,あごめんねうとうとしてたういがけがれを回収してこなかったらこのまま寝ちゃってたかも眠る必要はないんだけど習慣なのかな誰かの記憶を見てるときって 画面を見てるっていうより実体験してる感覚なの。だから時々自分のいる時間がわからなくなるんだよね。うん。魔女がいる気配は私も感じてるよ。何かあった時は助けるけど自分のソウルジェムだけは守ってね。それは魔法少女の魂だから。 いくつもの時間や時空とつながっていろんなコピーをたくさん作ってそれだけはてなしのミラーズの鏡の魔女も複雑な思いを抱えてたのかな初めてこの姿になった時はウイたちが見えないから私の中に溶けたんだと思ったの <laughs> 思い出したらおかしくなってきちゃった 歴史を眺めると、人が滅びを求めてるっていう意見が出てきてもおかしくない。でも、だからこそ変えないといけないんだよね。未来を。この姿なんだけど、ふわふわな服が浮いで、宝石が気持ちのみんな。それを繋ぐ装飾が小さなキューベイだとしたら、私は、ボーガン、なのかな。 はあ、よかった。今見守ってた子が魔法少女同士で喧嘩になると思ったけど、その前にちゃんと話をして仲直りしてくれたの。うーん。カゴメちゃんたちがしてた本にまとめることってすごいよね。私、誰か一人の本をまとめるだけでも全然自信がなくて。 過去の不幸は変えられないし、同じ幸福だってつかめない。だから、私たちが幸せになるにはね、未来を向いてないといけないんだよ。<laughs> 大丈夫だよ。魔法少女になっても必ず不幸になるわけじゃない。だって、宇宙を支える私たちは、最初から宇宙を超えてるんだもん。 人を助けるための固有魔法が宿って、私はみんなの未来を守れる存在になった。それはあの時、石ころを蹴ったところから始まったんだね。みんなで一緒に未来を切り開こう少しは幸せな未来に届いたかな。私だけじゃない。 みんなで掴んだ結果だよこれからも見守り続けるからね 大丈夫だよ魔法少女になっても必ず不幸になるわけじゃないだって宇宙を支える私たちは最初から宇宙を超えてるんだもん <laughs> な,な,なんかよくよく自分を眺めてみたらこの姿って目立ちすぎるよね正直に答えてなんだか恥ずかしくなってきちゃって。 何かよくよく自分を眺めてみたらこの姿って目立ちすぎるよね正直に答えてなんだか恥ずかしくなってきちゃって記録は残し続けるよいつか伝えるために今でも料理がしたくなる時はあるんだええ こんな派手になっちゃうのこれからもみんな、ずっと一緒だよ。魔法少女みんなに、それぞれの思いがある。だから、私の運命は変わったのかもしれない。みんな、絶望では終わらせないよ。うん。一緒に道を作ろう。 夢見る未来を <laughs> <laughs> そうだね大丈夫うれしいよもう私は染まらないよ みんなの未来は…これからも見守り続けるからねみんな、絶望では終わらせないようん、一緒に道を作ろう 夢見る未来をもう私は染まらないよ。 これからも見守り続けるからね。